星人グランデの前に敗北を喫したレイであったが、仲間の協力により死の淵より生還。我々は惑星ハマーに残り、レイと共に戦うことを決意した。まんまと騙されおって、たわいもない奴らだ。よっこしょっと。何がレイオニクスだ。宇宙最強はこの俺様、ザラム星人よ。ぬははは。誰かのために生きること、守りたいものは何だ、なくしたくないものはならば諦めたりできないだろう。どんな時も これから厳しい戦いが続くだろう。ゴースターのこの物資はペンドラゴンの宝だ。そうだな、備えあれば。ん？憂いなしだ。エンジン周りの部品はこれで以上だな。あとは操縦系のパーツをばらして運ぶだけだ。ルナです。積み込み完了。第一便出発します。途中何が起こるかわからん。十分気をつけてな。了解です、ボス。これは？おう、ハルナのコンパクトだ。向こう着いたら教えてやろう。できた！やった！やりましたよ、クマさん！やったって何をやったんだ？新しい武器でも作ったのか？何言ってんすか？これですよ、これ！じゃーん！なんだこりゃ？やだな、ザラブ星人ですよ、ザラブ星人！ザラブ星人？怪獣のフィギュアだけじゃなく、今度は宇宙人にも挑戦してみようと思って。よくできてるでしょ。ほら、このおちょぼ口のところなんか。お前な、もうすぐ副長が第一便の荷物を積んで戻ってくるそうだ。ってことは僕たちも搬入作業で忙しくなるってことですか。そういうこと。だからザラブ星人なんかと遊んでいられるのも今のうちだよ。何がザラブだよ。ねえ、真にも誰か俺の噂をしておるな。ん？これ。重い。さすがに積み込みすぎたかしら。
気がついたかね、お嬢さん。いや、ハンナと呼べばいいのかな。更新記録を調べさせてもらったよ。おっと、あまり動かない方がいい。そいつは動けば動くほどきつく体に食い込む仕掛けでね。私をどうする気？君はどうやらレイオニクスではないようだ。仲間がいるのだろう。誰がレイオニクスなのかこっそり教えてくれないか。誰がお前なんかに。まあいい、一人ずつ探り当てていけばいいだけの話だ。探り当てる？そう、君の美しい姿を借りてね。ほえ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 のは。では行ってくる。土産話を楽しみにしていたまえ。お帰りなさい、副長。どうしました、副長？顔色悪いですよ。え？何でもないわ。こちら熊野、副長が戻りました。これより搬入作業に入ります。誰だ、レイオニクスは。この中にいるのか、こいつか。行ってください、ガルベロス。それともこいつか。行っちゃえ、もっとくれろ。いやいや、こいつはありえなさそうだ。副長、ボスが呼んでます。キック。ハルナ、積み残しがあるぞ。はい。どうした、お前の一番大事なものじゃないか。それは。なんだそれは。忘れちゃダメだろう。副長、何忘れたんですか。大事なものって。まずい、このままでは正体がバレる。副長。どうした、ハルナ。よし、わかった。ハルナは医療室で休め。オキ、ハルナを頼んだぞ。了解。大丈夫なのか。いろいろ大変なことが続いたからな。あとは俺たちで片付けてゆっくり休ませてやろう。そうだな、そうしよう。うん。副長、寝てなきゃダメですよ。そうだ、副長、ザラブ星人見ませんでした？あ、そっか、副長知らないんでしたよね。どこ行ったんだろう。あ、副長、薬ここに置いておきますんで、ちゃんと飲んでくださいね。おーい、ザラブ、出てこーい。うん？あら！これは。
男もしや。なにこれ。部品の積み込みが終わった。ダメだ、しばらくは飛べ。砂嵐か。電波障害でペンドラゴンへの連絡も取れない。ボス、これはそんなに大事なものなのか。まあ、あいつも女だからな。女か。ねえ、ボス、クマさん、大きい。みんな、騙されないで。私はここよ。ここにいるわ。遅いな、ボスたち。部品のバラシに手間取ってんのかもしれないな。搬入作業も終わっちゃったし、またしばらく暇になりますね。ああ。ああ、そうだ。あれやりましょうよ。あれ。あれ？さすがだな、オギ。ガッツ星人を一発で仕留めるなんて。ガッツ星人を。インコ頭なんかには負けませんよ。ゼットン星人もお前にはかなわなかったしな。ゼットン星人まで倒したというのか、あの間抜け面の男が。ああ、なんてことだ。こちら熊野。ボス、やっと砂嵐が収まった。今からそちらに向かう。了解。オキ、副長の様子はどうだ。心配ないと思うけど。思うけどってお前、あれから様子を見に行ってないのか。はあ。バカモン、もしものことがあったらどうするんだ。わかりました、直ちに。だからあいつは。ドラゴンスピードアルファ、テイクオフ。みんな許して、私のせいで。ただならぬやつ。こうなったら機関室に爆弾を仕掛けて。副長、大きいです。入りますよ。あ、やばい。あれ、こんなとこに来た、こいつ。なんと素早い身のこなしだ。どうしたんだよ。よしよし、ごめんね。あ、副長、どうしたんですか。やはり具合でも。あ、大丈夫よ。副長、どこに行くんですか。ちょっと、船内のチェックを。本当に顔色悪そうですよ、副長。とにかく、薬だけでも飲んでください。困った人だな。今は船内のチェックよりも体のメンテナンスですよ。どしててください。副長、もう逃がしませんよ。おとなしく薬を飲んで休んでくださいね。あ、ボスとレイが戻ってきた。カルナの容態はどうだ。薬
薬を飲むのを嫌がってるので今クマさんが押さえつけてます。なんだあいつ、子供みたいなやつだな。無理やりでも構わん、さっさと飲ませて休ませろ。了解。さあ今ボスの許可が出ましたからね。さあさあ早くぐっすり眠れますから。間違いない、レオニクスはこの男だ。ガッツ星人を一発で仕留めるの、ゴン星人もお前にはかなわなかったしな。しかもこの俺をザラブ星人だと見破っている。俺に毒を。さあさあさあ聞きますよ。ハルナ、ボス、ボス、お前副長が二人、どういうことだ。偽物はこいつよ、こいつを撃って。騙されないで、そいつこそ偽物、宇宙人の変身した姿よ。どっちが本物の副長なんだ。こいつよ、オキ、レイオニクスのあなたならわかるはず。レイオニ、変身した姿、偽ウルトラマンです。手が違う。シュワ、ということは副長に化けていたのはザラブ星人。Oh, my God.
おのれ。やっぱり、うん、ただの怪獣マニアをレオニクスと間違えるとは。えい、出直しだ。それあ、腰が。積み残しだ。レイ。なあ。え？それは一体どんな武器なんだ？そうね。女の武器かな。わからん。パルナに化けたまではいいが、オキをレオニクスと勘違いするとはな。作詞作に溺れるとはこのことですね。やつは自分の影に飲まれたのよ。騙してばかりいる自分の影にね。武士の犯人さんよ、おい、こいつだ。ドクロ、どうした、だらしないぞ、レイオニクス。もう勘弁してくださいよ。空に輝く幾千の星、巡り合えてる奇跡、あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ。喜び伝え合える、悲しみを分け合える、疑うことのない絆。溢れ出すこの想いは愛の印、降り注ぐよ君の中に。ああ、透き通るその瞳に夢を映そう。バトルファイル、今日はあのウルトラマン。これ偽物だ。シュワ、偽ウルトラマンはこのザラブ星人が化けた姿。ザラブのやつは以前地球でもウルトラマンに化けたことがあるそうです。そうか、でもバレバレだよな。悪そうな顔してますもんね。性格悪さも顔に出ちゃってんでしょうね。ああ、俺たちはいつも心の正しいナイスガイだよな。ナイスガイ。このアイスラッガーが教えてくれたんだ。そこに何かが。ムヒロスのあんな鎧を。あの剣から邪悪な波動が。俺は見た。二人の巨人がそっくり同じ戦いを繰り広げていた。暗黒の鎧、人呼んで